こんにちは。私は保護、ルドルフエンシスです。私はトゥルカナ湖、キュールドルフ湖で発見され、それが私の名前の由来になっています。私は195番歳から178番歳の間です。私の種は絶滅した。身長 1.7 メートル、体重は男性で64キロ、女性で49キロでした。私は東アフリカに住んでいました。私の頭蓋骨の容量は560立方センチメートルだった。ケニア北部でハビリス人とエルダステレン人の同時期の化石が発見されたことで、3つの知的種が同時に共存していたという興味深い議論が始まっている。ルドルフエンシスは、支配的な男性が集団で優位に立つ高度な階層社会で生きていた。早産のため、私の部族は赤ちゃんの世話と集団の絆を深めることに多くの時間を費やしました。ホモ、ハビリスには強いライバル心がありました。サイ、シマウマ、ライオンなど、現在でもよく知られている動物が生息していました。私の部族は、食料となる動物を狩るための道具を最初に作りました。こんにちは、私は、ホモ・ハビリスです。は、ラテン語で、できる人を意味します。私は古代の人類の一種であり、230万年から160万年の間である。私の化石のほとんどは、ケニアのオルドバイで発見されたものです。私の名前、ハビリスは、私の種に関連する石器が発見されたことにちなんでいます。手に握力を持たせることができたので、石器を作ることができたのです。私の種はアウストラロピテクスに比べて脳のサイズが大きくなっており、510cm3乗から 600cm3乗と推定されている。また、頭蓋骨が丸みを帯びていて、顔が短く、臼歯が大きくエナメル質が厚く、小臼歯と犬歯の間にあるディアステマ、ジアステマ、差がないことが分かりました。手足の指が曲がっていて、まだ木を使っていたことが分かります。私の種は根本的にスカベンジャーでした。女性の二足歩行位置は骨盤の減少を引き起こし、出産の前進をもたらし、赤ちゃんのケアに専念するより大きな時間を意味し、従って、文化の発展につながる強力な社会的関係を維持する必要性を意味する。こんにちは、働く人を意味するホモ・エルガスターです。エチオピア、タンザニア、ケニア、エリトリアという地域に住んでいたことがあります。私は約190番歳です。私の住んでいるところは非常に乾燥した気候で、10万年ほど干ばつが続きました。頭蓋内容積は880立方センチメートル、身長は 1.60 メートル、体重は65キログラムであった。また、口呼吸をやめて鼻呼吸にしたことで、エネルギーの貯蔵と酸素の供給が可能になり、サバンナでの生存に不可欠な運動能力も向上した。私の種はアフリカ大陸を最初に出て、気候条件の異なる地球上の他の地域に適応してきました。私の種は、火を起こすことを覚え、より寒い場所で生活し、より多くの種類の食物を手に入れることができるようになり、進化という点では多くの変化を遂げました。私の部族は複雑な道具を作るのが得意で、アケオリアンと呼ばれる製造スタイルを確立しています。より効率的な狩猟のために集団で協力することが、音声の発達のきっかけになったのかもしれない。私はホモ・エレクトスです。私の種は190万年前から11万7千年前の下部中部更新世に生息していました。アフリカやヨーロッパでも化石が見つかっていますが、私は東アジアに住んでいました。頭蓋の容量は900から1200立方センチメートルで、身長は6フィートにもなり、現在の人間と非常によく似ていたんです。私は雑食の狩猟採集民でした。亜種は以下の通り。ジャワマン、言語を司る脳の部分を持つが、実際に話したかどうかは不明。北京人、火を使っていた証拠と、他の石で作った骨と木の道具を残した。孤高の人、ザワ桃源山で、文化が異常に発達しており、複雑な道具を作ることができた。ランティアン人、小石など複雑な彫刻を施したものが特徴で、火の使い方も知っていた。南京人、中国南京市近郊の唐山にあるエビスロ洞で化石が発見された。元シゲと、中国雲南省の元シゲ地区で発見され、関連する道具が発見された。アフリカのホモ・エレクタスはアシュリアンという技術で道具を作り、アジアのホモ・エレクタスはオルドバイという技術で道具を作るという、より現代的なもので。こんにちは。私はいわゆる祖師ヶ谷の男です。私はヨーロッパで最も古い人科の動物と考えられており、元オドリジはアフリカ出身で、現代人とネアンデルタール人の最後の共通祖先でもあるのです。私は約90万年前に生きていて、私の種は絶滅しています。身長160から185センチメートル、体重60から90キログラム、古風なものと現代的なものが混在するたくましい外見をしている個体が多く、進化的なミックスを決定づけた。1000立方センチメートルの私の脳は、現在の人間の1300立方センチメートルより小さかったのです。冬の寒さにさらされていた私は、動物の皮をコートとして着る最初の一科の動物だったのかもしれない。は遊牧民で、オオシ、バイソン、チカなどの動物を飼って生活していた。また、日和見的な捕食者でもあり、果物や野菜を集めていた。40から50人の集団で生活し、寿命は40年程度であった。
狩猟の道具は非常にシンプルで、骨と棒といくつかの石を初歩的な方法で加工したものだった。彼らは泥と血を混ぜた非常に初歩的な絵画を発展させた。その他の歴史ビデオについては、ビデオの説明で私のチャンネルをご覧ください。次の動画、ネアンデルタール人。こんにちは、私はホモ、ネアンデルタールンシスです。私は、現在から23万年前から4万年前までの間に、ヨーロッパ、近東、中東、中央アジアに住んでいました。私の種は絶滅しました。様々な研究から、現代人とネアンデルタール人の起源は共通であり、2つの種の間に雑種が存在したことが示されている。胸部や腰部が広く、手足が短いという、現代人よりも頑強な体格をしていました。私の頭蓋骨の特徴は、眉間の骨が二重のアーチを描いていること、顎が後退していること、顎がないこと、そしてホモ、サピエンス、サピエンスより頭蓋の容量が大きいことである。ネアンデルタール人の人口は、私たちが存在していた20万年の間、比較的一定しており、ヨーロッパだけでも約7000人が存在していたそうです。私の絶滅の原因は不明だが、いくつかの仮説がある。ホモ、サピエンスの拡大と資源の奪い合い、防御手段のない病気の蔓延、ハイブリッド化。気候変動への適応に失敗したこと。また、約3万9000年前にイタリアの超巨大火山が噴火し、ヨーロッパとユーロアジアの一部に火山灰の雲を残したことについても言及されている。その他の歴史ビデオについては、ビデオの説明で私のチャンネルをご覧ください。